さあということで一ホール目は、バーディーバーディーということで引き分けでございました。さあ2番ホールです、コースでいうと11番ホール、ここ距離はじゃあマスタープロ距離いくつでしたか。145です。145ヤードパー3になってます。で打ち下ろしがありますけれども風は鶴岡プロ無風、無風ですね。ね、無風、無風ですね。さあここなんですけれどもどういうふうに攻めていくか、まずは番手聞きましょうか。今平プロ、はい、8か9で打ちたいな。8か9これちょっと様子見、はい、で、金田プロは7で7番、はい、松田プロ8で8番。さあそして鶴岡プロは7で7で、先ほど引き分けでしたのでまずこちら、今平プロチームからティーショットになります。よろしくお願いいたします。では行きましょう。僕から行かんですか、はい、大丈夫そこまだ仲良くない。仲はいいんですけどね、仲はいいんだけど、そう仲はいいんですけどね。ロングティー絶対刺さんない絶対刺さんない。すげー、そしたいよね。ピンポジションあれも手前からもう 6? そうですね、6ぐらいですね。打ちます。はい、お願いします。うわー来た、筋ってる。うわー、日向から日陰に行って入れ、うわー入れ、やばい、すごい。マスタープロ、今のショット見ていかがですか。さすが賞金王。それではカウンタープロ行きましょう。すごい、皆さんずっと刺さりましたね。進化したろ、勝った。ありがとう。もう打たなくてもよくないですか。いやいやいや、入るかもしれません。入るかもしれません。そうですね。あと皆さん動画撮りすぎて生のショット見てないってまたありますから。さあこれも捕まっちゃった OK ナイス、2杯左アップ1体です。ありがとうございます。左サイドにナイスオンです。ナイスオン。確かに。ああ。さあ。来た、ゴー、ケイ、ナイス、ナイスです。手前バーディーチャンス。あれごめん、つぶちゃん、あれマジでいけるかな、いけるか、あ、これあるよ。あ、ダメだ、欠けてた。じゃあこれでいきます。ごめん、雷浴。我慢我慢我慢、左サイドラフ、okay. さあ行きましょう。まずはプロが先に行きますのでその後皆さんついてきてください。お願いいたします。こういうアンパシーのイベントで、お客様の前でラウンドって初だと思うんですけど、どうです、このオフシーズンにこういうイベントことっていうのは。
いや緊張しますね、なんか本当にでもねやっぱこう試合での緊張感とこの、うんまあ、イベントの緊張感また違うと思うんですけど、はい、どういう緊張感ですか？なんかしゃべ、まあ、お客さんとの会話もありの、うん、見てもらうゴルフみたいな感じで、うんうん、なんか違うよね。違いますね。違います？なんか、はい、なんかいいとこ違う緊張感ありますよね、うん、違う。ああそうなんですね、うん、なんか試合は別に自分のミスしてもいいけどなんか見てもらってるからいいところだみたいな。ああなるほどなるほど。でももうお客さんは2人がいるだけでもそれで十分みたいなとこだったりしますからね、うん、あんなショット打たれたらもう打ちにくいね。今先じゃないですかね。あれ先じゃないですか。目隠しください。おすごい、ありがとうございます。ナイスオンです。ナイスオンです。これすごい。ライン見せてください。なんかあんま切れなさそうだけど。マークあります。左高そう。はい。ありがとうございます。なんか切れなさそう、あんま。さあ今、この辺ぐらい。松田鶴岡ペア、ライン読みを行っています。ね、確かに。距離は、ありがとうございます。5メートル強。うわー。さあ2人で読んで。ありがとうございます。どう？え、マジバットの内側通す感じですか？この辺？松田プロ今どういう読みでいこうかなと。いいね。チョイスラでこっちぐらい行きます。チョイスラ。鶴岡プロはどうですか？どういう読みでいこうかなと。チョイスラですかね。チョイスラ。え、ここ左？うちこっち？こっちこっち。うん。さあ、上りのチョイスラという2人の読みです。5メートル強。松田プロのボールをチョイスしてのバーディーパット。届け届け。おお。どこ見た？結構切れた。結構し、ね、切れましたね。傾斜やばい。え、お先していいんですか？見えないけど。さあ先にナイスパーです。ありがとうございます。さあ、今の感じをチェックしていました、松田プロ。はい、結構重い。もちろんバーディパット、うん。しっかり。しっかり打った。入れ、入れ。おあらためて松田プロに大きな拍手。さあここからが、さあ今平プロ、このラインはどういう読みを？ちょっとスライスするかなって感じですけど。チョイスラ、はい。OK、ナイスバーディー。すごい。さあこのホールバーディーバーディー、またまた引き分け。続いてのホールいきましょう。ちょっとお客様そのままお待ちください。今からご移動してから皆様のご移動になります。お願いします。でもしゅーちゃんの見なかった。いいコミュニケーション取れてます。ちょっとで会話できてるので。私のこれが